こんにちは、センスマイルです。毎週木曜に会えるイベント情報を更新しています。あなたの街でもイベントがあるかもしれません。今日は9月12日時点の最新情報です。チャンネル登録へ、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。まずは京都、ペク街ボードのイベントです。12月14日土曜日、18時から、ペク街の宴2024、会場はハイアットミゼンシー京都です。こちら、今日のペク街のイベントページに詳細掲載されております。ヘルデスのイベントの詳細掲載されております。申し込みの受付開始は9月30日月曜日午前10時からになっております。で、フォント帳。2月24日木曜日から27日日曜日まで、16時、第109回水明会。会場はフォント帳ハブレンジオです。こちら水明会のページできておりまして、公演の詳細ですね、こちらに掲載されております。ネットの購入ですね、こちらのボタンからできるようになっております。次、利用東。1月1日金曜日から8日日曜日まで、全2回。13時半と16時。第65回祇園踊り。会場は祇園会館です。こちら祇園踊りのページできておりまして、嫌いですね、イベントの詳細掲載されております。あとこちらのプログラムの PDF ファイル、演目の詳細、こちらに掲載されております。ここにこちらの右下のアイコンからできるようになっております。次、神市県。で、1月13日水曜日から、18日月曜日まで、16時から、第73回寿会。会場は神市県ハブレンジオです。こちら、寿会のビズできておりまして、イベントの詳細こちらに掲載されております。あと、こちらに、演目の詳細とご支援される方のお名前、掲載されております。で、その購入こちらのボタンからできるようになっております。次、宮川町。10月20日日曜日、10時半から、舞妓班撮影会。会場は大爆笑、大本山、南福寺です。こちら、ヨドバシカメラが主催のイベントになっておりまして、こちらですね、撮影会のご案内掲載されております。申し込みはこちらからできるようになっております。次、11月16日土曜日、17日日曜日、全2回、13時と16時です。令和6年水江会。会場は京都府立文化芸術会館です。こちら、水江会のページできておりまして、公演の詳細ですね、こちらに掲載されております。チケットの販売ですね、まだ詳細発表されておらない状態になっております。複数のイベント開催予定になっております。路地うさぎゲーマイコさんイベント。会場は各イベント会場です。こちら、路地うさぎというカフェが主催のイベントになっておりまして、こちらそれぞれイベントのスケジュール掲載されております。画面の下の方にですね、10月のイベントスケジュールも掲載されております。次、祇園工具。9月18日水曜日、10月16日水曜日、夕日から、毎月第3水曜日です。マイク半島はろうそくのともり、今日の伝統文化に触れる。会場はホテルインターゲート京都、市場新町、1階特設会場です。こちらホテルインターゲート京都のイベントページに詳細掲載されています。こちらですね、イベントのスケジュール、次が9月18日水曜日。この後来年の3月号でスケジュール掲載されております。次、9月22日日曜日、全2回、13時と16時です。第21回、金沢踊り。会場は石川県立音楽堂、音楽ホールです。こちら、金沢踊りの開催概要演目。こちらにあります、チラシの PDF ファイルですね。こちらの1枚目に、私は9月22日に、両昆布の稽古と舞妓が出演しますと掲載されております。あと、PDF は2ページ目ですね。こちらにご出演される方のお名前、掲載されております。次、10月2日水曜日から、7日月曜日まで、16時から、令和6年温習会。会場が、祇園工部ガブレン場です。こちら、温習会のページできておりまして、イベントの詳細こちらに掲載されております。あと、こちらに出演される方と、演目の詳細ですね。PDF ファイルで掲載されております。チケットの購入こちらからできるようになっております。次、11月9日土曜日、15時から、第2回札幌踊り。会場は、札幌市教育文化会館大ホールです。こちら、同心プレイガイドというチケット販売ページに掲載されておりまして、何か札幌踊りのゲストにですね、あとは日本公演の方々、お教えされる方のお名前掲載されております。で、11月9日土曜日、10時半から、マイク反射追会。会場は、鴨別来神社。谷川神社になります。こちら、ヨドバシカメラさんのイベントページに掲載されておりまして、こちらの11月9日の撮影会、ビアブラ、お申し込みできるようになっております。次、12月1日日曜日、9時半から、第18回、舞妓とおみぎ大撮影会。会場は、シオンギの遊前園です。こちらですね、京都写真材料商業組合さんのホームページに掲載されておりまして、ご出演される方のお名前も掲載されております。申し込みですね、画面の下の方にありますよ。こちらからできるようになっております。
立体機構へ、毎日全5回、13時半と、14時20分と、15時と、16時と、16時半です。課外芸術資料館、超前披露。会場は、日本課外芸術資料館です。ではですね、イベントの詳細掲載されているページがありまして、エコさん、マイプさんによる超前披露。スケジュールは1日5回ありますと掲載されております。こちら、オンライン UF できるようになっておりまして、こちらのボタンから UF できるようになっております。あと、こちら、画面のシャア方に、ケイコさん、マイコさんと記念撮影というイベントのご案内出ております。今日は1日の2回になっております。本日、イベント会場でのみチケット販売されている形になっておりましたので、オンライン UF できない形になっております。次、定期公演です。毎日、全2回、18時と19時です。イオンコーナー。会場は、イオンホール株連場小劇場です。こちら、今日の場合の、イオンコーナーのページに掲載されております。イオンコーナーでは、7つの演目が披露される形になっておりまして、そのうちの、こちら、今日前に舞妓さんが募集される形になっております。こちら、画面の下の方にあります、ボタンから予約できるようになっております。次、関西、有馬稽古。現在開催中のイベントになります。来年の3月28日金曜日まで、11時から13時半です。有馬稽古文化講演会。会場は稽古カフェイットです。こちら、有馬稽古さんのホームページにご案内掲載されておりまして、観覧無料の講演会です。お気軽にお楽しみくださいとご案内出ております。次の開催日が9月13日金曜日。その後、来年の3月までですね、スケジュール掲載されております。次、定期公演です。毎週土日、12時から10時です。稽古カフェイット。会場は稽古カフェ8です。こちら、稽古カフェ8のご案内ページでございまして、土日限定12時から14時は、稽古の踊りをご覧いただけます。予約は必要ありませんと掲載されております。次、東京、浅草、9月14日土曜日、勤務時間は17時15分、船が出るのは17時半です。電車と納涼屋旗船、ウィズ・シェリー。会場は船色駒形です。こちら、角上という和風のライブハウスが主催のイベントになっております。こちらですね、イベントの詳細掲載されております。ご出演されるのは、アシャクシャフルシャさん、トーズハさん、あと、角上のつみえさんがご出演予定になっております。投稿はこちらからはできるようになっております。で、9月21日土曜日から、11月16日土曜日まで、全2回、13時と14時半です。浅草芸人のお座敷踊り。会場は浅草文化観光センターです。こちら、浅草観光連盟さんのホームページにご案内出ておりまして、開催日、こちらにご案内出ております。あと、公演時間もこちらに掲載されております。演目の詳細ですね、こちらにご案内出ております。受付はですね、当日の朝10時に、会場1回特設受付に行って、看板券を配布する形になっております。本日の現地受付がインターネットや電話による受付はありません。と出ておりますので、ご注意ください。で、10月5日土曜日、全2回、13時と16時です。浅草踊り。会場は、台東区商売学習センター、ミレニアムホールです。こちら、浅草踊りのページできておりまして、イベントの詳細ですね、こちらにご案内でております。あと、画面の下の方にあります画像にですね、ご出演される方のお名前とお写真、掲載されております。で、投稿にですね、こちらの URL にありますリンクから購入できるようになっております。で、定期公演です。毎週金曜日21時から、浅草芸者の踊り。会場は浅草ビーホテルアネックスロックです。こちら、浅草ビーホテルアネックスロックのイベントページにご案内出ております。イベントの詳細ですね、こちらにご案内出ております。あと、画面の下の方にあります、こちらのボタンから予約できるようになっております。次、向島。10月6日日曜日、16時15分から、第49回隅田祭り。会場は隅田区総合体育館です。こちら、向島牧亭組合さんのホップページにご案内出ておりまして、こちらですね、第49回隅田祭り出演しますとご案内出ております。次、11月29日金曜日、全2回、12時と15時です。第9回向島踊り。会場は、曳舟文化センターです。こちらも向島牧亭組合さんのページでご案内出ておりまして、向島踊り開催しますとご案内出ております。あと、こちらの画像ですね。ライブ画像にですね、演目の詳細掲載されております。あと、一番下にですね、募集される方のお名前掲載されております。次、八王子、10月8日火曜日、全2回、12時と18時半です。電車テラスランチアンドディナー。
場所はアソートテラスです。こちら芸者ランチ&ディナーのお申し込みページにご案内掲載されております。ランチの昼の部とディナーの夜の部、それぞれご案内掲載されております。こちら画面の下の方で、それぞれの日程でご購入できるようになっております。9月14日土曜日、18時から、八王子芸者衆浴衣でミアパーティー。会場は八王子エラシーです。こちらインスタグラムにご案内でておりまして、イベントの詳細ご案内でておりますで。9月20日金曜日、11時から、八王子芸者公開稽古。会場がショートテラスです。こちらショートテラスのイベントご案内ページに掲載されておりまして、こちらに公開稽古のスケジュールに掲載されております。で、9月28日土曜日、29日日曜日、全2回、夕日ギャンと夕ギャンです。伝承の玉手箱。会場は八王子にあります中町公園です。こちら伝承の玉手箱という大きいイベントはあるんですが、こちらのですね、イベントスケジュールに掲載されております。1日目の9月28日土曜日、こちらの中町公園。やーから八王子芸者衆お名前出ております。あと14時半からもお名前掲載されております。あとスケジュール2日目9月29日日曜日。こちらも同じ中町公園ですね。時間も同じで掲載されております。次赤坂。9月14日土曜日。全2回。12時と14時半です。第11回成田伝統芸能祭り。会場はスカイタウンホール。騒音前広場ステージです。こちら成田伝統芸能祭り秋の陣のイベントページにご案内でております。こちらにありますスケジュールのファイルですね。こちら9月14日土曜日、海タウンホールの12時から若坂芸者出演しますとご案内でております。あとこちらの総門前広場ステージ、こちらに14時半から若坂芸者の方々ご支援でお名前出ております。次、9月20日金曜日18時から、テフマルの宵、会場がバー野良犬です。こちらバーサロン野良犬のページにご案内掲載されておりまして、いや9月8日金曜日、菊丸の用意ご案内でております。次、10月16日水曜日、18時から、さつきの用意、会場はバーのライドです。こちらも先ほどと同じように、トップページでご案内掲載されております。次は10月16日水曜日でご案内掲載されております。次、11月9日土曜日、夕方から、第2回札幌大谷、会場が札幌市教育文化会館大ホールです。こちら、同心プレイガイドの、チケット購入ページにですね、札幌大にご案内でておりまして、こちらのゲスト指定されますところに、東京から浅草、東京から赤坂の一行さんご出演されますとご案内でております。次、神楽坂は、10月19日土曜日、第3回、12時と、夜々時と、16時です。第39回神楽坂踊り、会場は神楽坂劇場です。こちら、神楽坂組合さんのお知らせページに掲載されておりまして、イベントの詳細ですね、こちらにご案内でおります。やっとですね、9月2日から販売開始されております。で、関東、アホメ、9月21日土曜日、年2回、20時と21時です。ナイトフラット芸者、会場は箱根湯本鍵盤1階ホールです。こちら、箱根湯本芸能組合さんもイベント情報ページに掲載されておりまして、こちらですね、9月21日土曜日開催、公演予定出ております。イベントの詳細ですね、こちらにご案内出ております。次、水戸茨城、10月26日土曜日、18時半から、第7回舞方おさらい会、会場は山口楼本店です。こちら、第7回おさらい会のご案内掲載されております。詳細ですね、こちらにご案内出ております。次、北海道東北、古町芸人、現在開催中のイベントになります。11月30日土曜日までです。それぞれの日程でですね、開催時間異なっております。新潟加害チェア、会場はカッコ小樽、天才や気楽、両手一時目です。こちらですね、新潟市の観光公式サイトに掲載されております。10月、11月の開催が決定しましたという形でですね、日程が追加されております。やつがですね、9月20日は金曜日、21日土曜日、その後10月と11月のスケジュール掲載されております。こちらにですね、9月に開催されるイベントのスケジュール掲載されております。その後こちらに10月、また一番最後に11月のイベントスケジュールですね、掲載されております。一番下にあります、このボタンから翻訳できるようになっております。次、9月28日土曜日、18時半から、古町新潟踊り前夜祭2024。会場はいきなり屋です。こちら、リュートピアの古町新潟踊りのイベントページの下の方に掲載されておりまして、こちらですね、一番下の方に古町新潟踊り前夜祭2024ご案内
げております。で、9月25日日曜日、第2回、12時と15時半です。第36回、古町新潟踊り。会場はリントピアです。こちら、新潟市民芸術文化俳句リュートピアのイベントページにご案内出ておりまして、詳細ですね、補填にご案内出ております。ですね、こちらのボタンから購入できるようになっております。次、9月21日土曜日、18時から、新潟夏食の儀。会場は吉野川酒造、朝日酒造です。こちらですね、Facebook に画像でご案内掲載されておりまして、その詳細ですね、こちらにご案内出ております。で、10月20日日曜日、11時半から、古町芸妓体験&酒セミナー。会場は、料亭鍋茶屋です。こちら、Eプラスのページにご案内出ておりまして、購入ですね、こちらからできるようになっております。次、9月7日土曜日から、11月16日土曜日まで、古町芸妓と庭師を知る港町新潟の課外文化体験。会場は新潟市内の過去予定です。こちらですね、20代から30代の方限定の特別科学イベントになっております。若い世代の方々にその魅力を知っていただきたいと考えて企画されたイベントですとご案内出ております。イベント内容の流れですね、こちらにご案内出ております。こちらでですね、9月のイベント開催されるお店へ掲載されております。あと次に10月のお店へ掲載されております。あと最後行きましてですね、こちらは11月に開催されるお店へ掲載されております。札幌、9月14日土曜日、18時から、風手の川ノスタルギア2024、札幌芸者踊りを見る会。場所は北面座、市、善光寺です。こちら、鴨川ノスタルギアのイベントページにご案内掲載されておりまして、こちらですね、9月14日土曜日、18時からのご案内出ております。次、11月9日土曜日、15時から、第2回札幌踊り。場所は札幌市教育文化祭館大ホールです。こちら、同心プレガイドノアをつけて販売フェリーにご案内掲載されております。ご出演が札幌の芸妓連の皆さん、あと東京からゲストで赤坂舞子子さん、京都から祇園公務の方々がご出演されます。チケットは購入ですね、こちらのボタンからできるようになっております。次、秋田舞子定期公演です。毎週土曜日、年2回、12時と15時です。松下秋田舞子劇場、会場は秋田文化産業施設松下です。こちら、気軽に秋田舞子というページにご案内出ておりまして、こちらお昼の部、毎週土曜日開催のワンチ付きの舞踊鑑賞会をご案内出ております。こちら公約がこのボタンからできるようになっております。あともう一つ、昼下がりの部、毎週土曜日開催のお茶会付きの舞踊公演をご案内出ております。こちらもですね、画面の下の方にありますボタンから公約できるようになっております。次、坂田舞子定期公演です。全2回。ランチ付きの演舞鑑賞イベントは12時から。演舞のみ鑑賞するイベントは14時からです。舞妓御前、舞妓演舞鑑賞。会場は相馬路です。こちら相馬路 LP にご案内掲載されておりまして、こちらランチ付きライブ鑑賞イベント舞妓御前。イベントの詳細ですね、ご案内しております。ご予約こちらのボタンからできるようになっております。あともう一つ、演舞のみ鑑賞するイベント。イベントの詳細こちらにご案内しております。ご予約こちらのボタンからできるようになっております。YouTube、金沢、名古屋、安城、岐阜、豪太のイベントになっております。10月9日土曜日、18時半から、金沢芸妓と遊ぶ名古屋の宴。会場は名古屋東急ホテルです。こちら、名古屋東急ホテル石川応援プロジェクトという形でご案内掲載されております。こちらですね、イベントの詳細ご案内でとります。あと画面の下の方にですね、ご出演される方のお名前とお写真ですね、それぞれ全て掲載されております。次、金沢芸妓、9月20日金曜日から、9月23日月曜祝日まで、全2回、13日と16日です。第21回金沢踊り、会場は石川県立音楽堂ファンワークホールです。こちら、金沢踊りのページに、開催予行演目、こちらにですね、開催期間を詳細掲載されております。あと、金沢踊り開催期間中、お茶席を設けましてご案内しております。あと、こちらにあります、PDF ファイル。こちらの2ページ目にですね、ご出演される方のお名前と演目の詳細ご案内しております。次、11月29日金曜日、13時から、お茶会と金沢芸妓のお座敷体験。会場が浅野川英雄会館です。では、金沢市の公式サイトにご案内しておりまして、お茶会体験とお座敷体験両方できますとご案内しております。イベントの詳細ですね、こちらにご案内しております。ご予約ですね、こちらのボタンからできるようになっております。次、10月16日水曜日から、天橋27日木曜日まで、14時から15時です。
金沢芸人の舞。会場は石川県立音楽堂和室、石川県立美術館ホールです。こちらもですね、金沢市の観光公式サイトにご案内出ておりまして、イベントのスケジュール詳細ですとね、こちらにご案内出ております。来年の3月まで掲載されております。それぞれの日程でですね、開催される会場は違う形になっております。ご予約こちらのボタンからできるようになっております。定期公演です。現在開催中のイベントになります。来年の3月まで開催予定です。毎週土曜日13時から、金沢芸妓の本物の芸に触れる旅、俳優は茶屋町のお茶屋さんになります。こちらもですね、金沢市の観光公式サイトにご案内しておりまして、こちらにですね、スケジュール掲載されております。次は9月の12日土曜日、4月10月と、俳優の3月もですね、毎月開催される形になっております。ご予約ですね、こちらのボタンからできるようになっております。日本戦儀礼、2月16日月曜日、19時から、ワイコバー、会場がバーカナリアです。こちらインスタグラムにご案内掲載されておりまして、イベントの詳細ですね、こちらにご案内入れております。次、10月5日土曜日、16時半から、学業の戦場お座敷遊び、会場は、うっかい観覧車待合所です。こちらですね、大名古屋ツアーズというイベントをご案内ページに掲載されておりまして、イベントの詳細ですね、こちらにご案内出ております。当日イベントのスケジュール詳細ですね、こちらにご案内出ております。お申し込みですね、こちらのボタンからできるようになっております。次、清水芸妓、9月から11月に開催されるイベントになっております。12時から、昼の芸妓の踊り鑑賞会秋、会場は静岡市内の料亭になります。こちらですね、静岡伝統芸能振興会のページにご案内出ておりまして、こちらにですね、各会場と開催日時で掲載されております。一番最初は9月21日土曜日、その後9月26日、10月1日、あと10月8日と、最後は11月26日火曜日になっております。次、下呂温泉、定期公演です。夏の土日に開催されます。芸妓さんの舞、会場は下呂温泉合唱村、白鷺座です。次は下呂温泉合唱村のイベント情報ページに掲載されております。次の開催が9月14日土曜日、日曜日、16日の祝日。9月末までですね、スケジュール掲載されております。来年のイベントになります。7月31日金曜日、2月2日日曜日、4日火曜日、6日木曜日、8日土曜日です。全2回、19時と20時です。家のライトアップ。会場がゲロンス合唱村白鷺座です。中ゲロンス合唱村のイベント情報ページに掲載されておりまして、冬ライトアップが来年の1月30日から2月9日まで開催されます。その中にですね、芸妓さん、舞妓さんの舞が披露されるイベントがありますと、こちらにご案内出ております。次、熱海芸妓。10月6日日曜日、全3回、10時半と13時と15時20分です。第32回熱海踊り。会場が熱海芸妓鍵盤かぶれん場です。こちらですね、熱海芸妓沖縄連合組合さんの芸人にご案内出ておりまして、第32回熱海踊り、詳細こちらにご案内出ております。現在チケット発売中になっております。次、定期公演です。毎週土日、芸妓時から、花の舞。会場が熱海芸妓鍵盤かぶれん場です。じゃあ、花の舞でご案内出ておりまして、毎週土日、1日1回公演でご案内出ております。次、四国、道義温泉。2月9日から開催されているイベントになります。12月の22日、日曜日まで、20時に開催です。童話の夜のひととき、会場は大和屋本店4階、上舞台、千里殿です。こちら、道後温泉のイベント紹介ページに掲載されておりまして、4つの伝統芸能を楽しめるイベントになってますとご案内しております。絵の中のお座敷舞踊に芸妓の旗が出演される形になっております。公演日時ですね、こちらに詳細ご案内しております。ご予約こちらのボタンからできるようになっております。次、9月17日火曜日と、28日水曜日、19時から、お月見会。会場がお茶屋花姫楼です。こちら、花姫楼さんのホームページでご案内出ておりまして、こちらですね、お月見会ご案内出ております。次、松山。11月10日日曜日、12時から、県民総合文化祭、東和風宝舞公演。会場は愛媛県民文化
ター会館です。こちらですね、イベントは出演の情報ページにご案内いたしまして、こちらに出演しますと掲載されております。野球史博多別21日土曜日12時半から博多県バランチショー、会場は EPS 社物証の熊店です。じゃあイベント紹介ページにご案内出ておりまして、画面の下の方にですねイベントの詳細ご案内出ております。あと曲目と演目詳細ご案内出ております。ご予約ですね、画面の上の方にありますこのボタンからできるようになっております。次、9月28日土曜日13時から博多芸技公演9月公演、会場は博多伝統芸能館です。こちら博多伝統芸能館の公演情報のページにご案内出ております。9月が次、9月28日の公演、9月10月公演が満員御礼になってまして、9月11月公演ですね、それぞれご予約こちらからできるようになっております。次、11月1日金曜日は18時から、11月2日土曜日は12時と18時から、11月3日日曜日は17時からです。天風会、会場は料亭サバの福岡サンポレスホテルです。こちら博多天満さんのイベント情報ページにご案内出ておりまして、こちらに詳細掲載されております。11月1日金曜日と2日土曜日は会場は料亭サバのになります。最終日は11月3日日曜祝日、こちらの会場は福岡サンポレスホテルになります。次、嬉野温泉、10月20日日曜日12時半から嬉野伝統芸能保存会5周年公演、会場は鹿島市民文化ホールです。こちら嬉野伝統芸能保存会さんのページにご案内出ておりまして、こちらのイベント情報の箇所にご案内出ております。ご出演される方のお名前とお写真こちらに掲載されております。次、定期公演です。毎週水曜日12時から恋座の日、会場は恋座です。こちらも先ほどの嬉野伝統芸能保存会のページにご案内出ておりまして、こちらの定期イベント内容のご紹介の箇所にご案内出ております。こちら憩い座の日、毎週水曜日に無料でお稽古見学できますとご案内出ております。今週のイベント情報は以上です。各地域のですね、秋の踊りイベント告知が出揃ってきたかなと感じております。皆様お住まいのお近くでですねイベントがありましたらぜひ行ってみてはいかがでしょうか。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。